なんか家で起きるんでしょう。ここら辺で挨拶しとこう。というわけで、こんばんは。米倉さんの米倉さんです。2回言いました。あれ？家の、やっぱり。呪いが進んだら私もお化けになるのかな？あれ？あ、鏡に映ってるわ。いつも通り私が映ってる。よかった。どこも変じゃない。フラグかな。早く呪いを解くヒントを探さなきゃ。まあ、折り返しには来たような気がするんですけど、時間1時10分を過ぎたあたり、本格的に静まり返ってくる、なんだったら夜が始まる、そんなような時間帯じゃありませんか、1時って。さあ、しんしんと夜。今回は、まあ、海か、なんだこれ。あ、なんもなかった。ごめんなさい。やることリストです。竹やぶの思い出か、暗い穴の思い出、どちらかを選択し、そこへ向かわなければならないんですけど、竹やぶ、まあ、海の方がね、場所的にわかりやすいんですけど、こっから先さ、確か航空外の目玉が出てきて、どうにもできなかったっていうのがぜ、もうここも死ぬやん！海行けない！いけないわ。いよいよ解禁されてるところもあるんじゃないか？ねえ、この先、あ！道しるべ？チョークで書かれた。ああ、踏切なん、電車が参ります。え、ちょっと待って。電車って、レールの上だよ。絶対危ないじゃん。おお、電車が参られるというアナウンスがあります。で、まっすぐから来ると思われがちなんですけれども、ここは臆せず、うわぁ！ものすごい速さ、ちょっと嘘じゃん、嘘じゃん、あ、見えない壁で、僕たちの行く末は、回避したっぽいわ。やった。何かの部品一を拾った。ところどころに赤いシミが染みついている。チョークの線路に落ちてた部品、とっても小さいけど、って何の部品かな。陰謀では、これ。この先行けるってこと？いよいよ。どういった場所なんでしょうか。いや、竹林だな、これは確実に。未開ゾーン。マスターハンドが、あ、怖っ、消えた。看板に、どれどれ、現在地、神社だ、絶対神社だ。商業ビルなど等、団地港も右から行けますが、下の手が、またいる、またいる、またいる。怖いね。こっちなんか追い込まれてるじゃないけど、ん？なんだ？あっ、ついてきてる！なんか落ちてる！ドライバー？地面に太い、針？見てるとなんだか刺したくなってくる。刺そう。刺そう刺そう刺そう。目をさ、は？神社への道のりはね、で、この公園？これさ、別に、触って、針。で、これやめとく。触らないでおこう。何やったんじゃ。マスターハンドは消えました。タバコ屋さんか？スナックかな？ここまっすぐ行くと、まあ、突き当たりあたりに神社への道が、ああびっくりした。また、もう余韻で？余韻の顎で？ですると、自宅からやり直しなんで、なんか、神社へ向かう道すがら、一刻も早くお地蔵さんを見つけた方がいいのかもしれないね。とかって言ってたけど、バカの一つ覚えで、さっき来た道を通っていいやん！後ろからマスターハンドが近寄っても来ているので、一旦ここで目を閉じる。みんな消えた。さあ、まっすぐ行こう。
こっち。たあ。踊り。そんなでもない。ほら来た、ほら来た、鳥居だ。来ましたね。ドンピシャ神社。これ四つ目か三つ目かの思い出間違いないでしょう。ああ、いや。登ってきた後、この寺小屋見覚えない？この先じゃない？え？看板に張り紙。神社の境内でゴミを捨てないでください。神社抜け、あ？10円かい。あ、お嬢さんある！あっけ？神社ではなかったようですね。となると、この先大きな坂登って、いや、竹林に行くしかないんだろうけどもやね。え？さっきからえらいカラスの量よ。神社の裏手側ってことになるのかな？怪しい。いや、結構怪しいよ。奥かね。こっちじゃねえかな。カラスに従おう。あれ？なんだろうか。10円。行き止まりでした。まあ、行き止まりはありがたい。じゃ神社の奥に迫ろう。いいよ。そんなに広くもないだろう。看板一つ。とても古そうな看板。この先いた、来たー。迷子が多発しています。子供の立ち入り禁止。って書いてある。私たちも大人よ。子供扱いしないで。おー。これ駐車場かね。え？竹林かい？なんじゃここ。横断歩道に出ましたよ。横断歩道のボタンがある。押そう。押したらしばらく、青になるんじゃない？しばらくしたら。どうかな？あ！渡ろう。ここ。まだなんかバウンドしてるよ。あ！少女よ！今の子誰だろう。子供の迷子が多発していると聞く。てかそもそもあの子が、竹林。でもこっちもチクリン。ごめんなさい、竹林です。あの子から始まったんだからね、このチクリンの思い出は。岩が。おっと。お嬢さんだ。なんだろうこれ。古い石碑。何か書いてあったみたいだけど、表面が欠けて読めない。そうだね。不吉やね。しっくり。静かです。こっちかな。なんか赤いよ。なんかちょっと、ああ、ごめんなさい。どっち行こうかな。赤い方かな。ところどころ立ってるね。異様な。これなんか切ったら出てくる？ん？何これ？触れないわ。触らない方がいいわ。こっちじゃねえか。いやー、こう行かなかった場所も行きたいんすよね。こう二股もやもやするわ、なんか。おお、うわぁ！怖ぁ。いけない。何今の。何もしてこなかったよ。でもなんか落ちてるのかな。あれ、これ石碑の片割れでは文字が書いてある。読んでみよう。三本赤竹間通抜け。三本赤竹間通り抜け。ボロボロだからこれぐらいしか読めない。三本の赤竹の間を通り抜けるっていう感じの意味合いでいいのかな。まあ、確かに赤、ん？これタケノコか？触れないよ。これ迷路やね。確かに迷子になるね。なんか落ちてるね。
白黒の写真アルバム。たくさん挟まった古い写真。なぜか写った人のお顔が真っ黒に塗りつぶされてる。写真が嫌だったのか。怖っ。三本赤竹。いや、とりあえず三本かどうかさておきにして赤竹。戻ってきたってことでいいのかな。あ、ぐるっと回ったんだこれ。なるほどね。じゃあこの奥、三本赤竹があるわこれ。少々、え、君誰？何も言わないんすよ。あ、待って。見たびの開口。あれ？ちょっと待って。草が。あの子は誰だろう。追いかけてみよう。これ草、えらいことになっとるよ。あ、この草むら通り抜けられそう。ここを通ろうかな。行こう、じゃあ。ガサ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 。帰れるか。あ、帰られそうだね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、通るよ。押し通る！タケ？ああいうのはやっぱ、こう、日本の、なんていうか、DNA が日本人の、怖いですよね。こういうこけしとか、こういうのとか、和的な何か。ちょい、やめて。何？何？ああ？帰ってきたわ。いやでもこけしがあったりする。さっきと違う場所に来ちゃった。そんなこけし知らないよ。住む方向を探さなきゃ。何ここ、怖い。